ホリーユージは兵庫県相本市出身のゲームデザイナー、作家、アーマープロジェクト代表取締役、早稲田大学第一文学部卒業、ドラゴンクエストシリーズの生みの親、シナリオライターである。愛称は、ユーテ実家は淡路島の相本市街地で、ホリーガラス店というガラス屋を営んでいた。幼少時は弁護士志望だったが、中学時代に漫画家志望に転換。 兵庫県立スモト高等学校時代は満研に所属していたが水泳部、ブラスバンド部、さらに生物部、作動部を掛け持ちしていた。この頃は本気で漫画家になるつもりだったという、夜更かしが多くなり遅刻の常習犯になった。自宅から学校まで自転車で5分くらいの距離だったにも、かかわらず高校2年の成績表を見ると出席に数210日のうち、 197日遅刻しているほどだった。高校3年の夏休みに、長い号の仕事場に、アシスタント入りを志願しようと原稿を持っていくが、断られ、とりあえず大学にでも行くかと受験勉強を始めた。早稲田を受けた理由は、漫画家志望で文学部が妥当だが歴史が増えてで、得意科目であった数学が、受験科目にあるためと後に語っている1972年に、 早稲田大学第一文学部に入学。早稲田大学漫画研究会に入部し、同世代に国友康幸や海老ツル大川聖介がいる。その後、同年11月に起こった事件により、大学がロックアウトにより一年間休校になった。堀井は身分は学生なのに授業に出なくてもいい。この環境は高校を出たばかりの少年をボケさせるのに十分だった。 と語っている。1974年頃にある出版社から、早稲田の万研のことを書いてほしいというオファーを受け、1975年に万研の仲間らと共に2冊の書籍を執筆したのをきっかけにフリーライターとして活動を始める。佐久間明とは、この頃からの知り合いである。また冒険グループ名義で書いた、いたずらまはテレビ業界に注目され、 一時期放送作家的なこともしていたという。1976年にバイク事故で内臓破裂の重傷を負い3ヶ月の入院後、気境治療用生活を送る。また、この間に半年休学した。1978年に早稲田大学を卒業。生活が十分成り立っていたという理由でフリーライターとして活動を再開する。この頃、 佐久間の紹介で鳥山明などを担当する週刊少年ジャンプの編集者である鳥、島和彦と知り合い、ゲーム仲間になり、毎晩遊び回っていたという。1980年から月刊アウトで読者投稿コーナーの一つを担当。月刊アウトの投稿者管理のためにパソコンの導入を図ったが、パソコンゲームにはまり、後に自作を始める。 1982年から月刊アウトで担当の読者投稿コーナーを有望の出たとこまかせにリニューアルし人気を博す。同年、鳥島からエニックスの第一回ゲームホビープログラムコンテストの取材を依頼されたのを機に自らも PC-6001 で自作したラブマッチテニスを応募し入選プログラム賞を取る。コンテストの受賞式で 森田和夫や中村孝一と知り合う。1983年にパソコンのアドベンチャーゲーム、ポートピア連続殺人事件を手掛け、ゲーム界に名を知られるようになる。この年、エニックスは、ホリーユージュや中村孝一らを、アメリカで開催されたアップル関連の見本誌、アップルフェストに派遣している。ここで、本場の RPG と出会ったことが、ドラゴンクエストを開発する契機となった。 続く1984年には、北海道連鎖殺人を法くに醤油。1985年には、軽井沢誘拐案内を発表。1985年から、週刊少年ジャンプで、ファミコン神剣というコーナーを、ユーミカドというペンネームで、1986年からは、ログインでゲームに関するエッセイの連載を持つ。また、1985年に、 佐久間が中心となって創刊された新人漫画家発掘し、漫画ハウスに編集者として関わったほか、読売新聞でゲームに関するコラムを短期連載し、ラブマッチテニスの賞金で買ったアップル囲碁キーでハマったウィザードリーを紹介している。1986年にファミコン初の正当派 RPG であるドラゴンクエストを発表。同作品はシリーズ化され、 1988年に発売された第3作ドラゴンクエスト3そして伝説へは社会現象と呼ばれるほどの人気を獲得。日本においてゲームマニアがパソコンでするジャンルというイメージがついていた RPG が家庭用ゲーム機の主要ジャンルになるという劇的なパラダイムシフトを起こした。また3のヒットはゲームクリエイターという職業が注目されるきっかけ。 あるいは過去の人物の再評価のきっかけを作り、ホリーは3のヒットを機に職業をフリーライターからゲームクリエイターに改めた。以後、ドラゴンクエストシリーズの制作を主軸に活動することになる。2008年9月24日、ふるさと納税の制度を利用して、相モ市に950万円を寄付している。以降も毎年相モ市にふるさと納税を行い、 合計1億円を寄付している。2010年9月に行われた東京ゲーム賞2010の日本ゲーム大賞にて経済産業大臣賞を受賞した。2017年12月20日、相本都市議会は堀井を相本名誉市民に選定することに同意し、翌2018年2月11日、正式に名誉市民号が授与された。ありがとうございます。